バイユーのタペストリーに描かれたアルレットの息子たち。中央がウィリアム征服王、左がバイユー司教、オド、右がモルタンハクロベールアルレットドファレーズはノルマンディー公ロベール一世の愛人。ハーリは、ハーリーブ、アーレッタ、アーレット、ハーレットとも呼ばれた。ロベール一世との間にウィリアム征服王を生んだ。バイユー司教、オド、 モルタン・ハク、ロベールの二人をエルリアンド・コント・ビルとの間に生んだ。オド、ロベール、エルリアンは、ウィリアム征服王治療において、顕著な役割を果たした。アルレットの生い立ちとギオームの誕生は謎に包まれている。一世代後、または二世代後に根拠となるものが書かれているし、完全に一致はしないが、トゥールの年代記やのみならず、ノルマンの年代記家たちはすべて、 ギオームの両親が彼の誕生後に結婚したと主張している。最も一般的に受け入れられている説は、アルレットがノルマンディー広国のファレーズ出身の川なめし職人、フィルベールの娘だったというものである。フィリア・ペルテリー・バーゲンシスの意味は、やや不確実である。フィルベールは、毛皮職人、死体防腐処理者、薬剤師であったのかもしれない。 または埋葬のため遺体を並べる人物であったのかもしれない。一部のものはフィルベールが川なめし職人でなく中産階級に属していたのではないかと主張している。この説は未成年のウィリアムの立ち会い承認して後に公文書に記されたアルレットの兄弟の出現によって支持されている。またフランドル博は自身の娘の保護者として適任だとして アルレットを受け入れている。アルレットの父が身分の低いかはなめし職人であった場合や、農民よりやや階級が上であったとした場合、立ち合い商人も王公の子女の保護者となることも、ほぼ不可能なことになる。12世紀イングランドの年代史家オデリック・ビタリスは、アルレットの父がノルマンディー降の自重であったとしている。ファレーズ上ファレーズに残るアルレットのイズイも、 ファレーズのツアーガイドが伝える伝説によれば、若きノルマンディー公ロベールが城の塔の屋根からアルレットを見つけたのがすべての始まりだった。屋根の上の通路は庭の石の下に割り込んだ未だ染まった溝を見下ろしている。これらは今日まで塔の上の類壁から見ることができる。川や衣類を染色する伝統的な方法は溝の中に液体染料を流し込み、 そこに浸した衣類を裸足で踏むことだった。伝説では、アルレットは、類壁の上の公を見つけ、公の目を引くためにおそらく必要以上に、スカートの裾を引き上げた。彼女に夢中になった公は彼女を城の裏口から、連れ込むよう命じた。アルレットは拒絶して、自分は、ただの平民としてではなく、正門から馬の背に乗って、甲の城にただ一人入場するのだ。 と言った。欲望に駆られた公は同意した。数日後、彼女は父親がよ、1027年か1028年に、アルレットはロベール一世との愛の子、ギオームを生んだ。1031年、アルレットはエルリアンド・コント・ビルと結婚した。別の説では、アルレットがロベールの死後もエルリアンと結婚しなかったことを示唆している。なぜなら、ロベールが、 他の女性との関係を始めた記録がないのに対し、エルリアン・ガグレスタン修道院を創建した時点で、フレド・サンディスという別の女性と結婚しているからである。アルレットは、エルリアンとの間に二難を設けた。万有司教となるオードと、モルタン・ハクとなるロベールである。彼らはどちらも、ウィリアム征服王の知性化で重要な役割を果たした。アルレットは、 エルリアンとの間に少なくとも二条を生んでいる。エマは、アブラン書の死者区である、リシャールルゴツと結婚し、もう一人の使命不詳の娘は、フェルテマ聖領主ギヨームと結婚した。ノルマン人修道士トりニのロベールによれば、エルリアンとモルタンハクロベールが1050年代に創建した、クレスタン修道院にアルレットは埋葬された。このことにより、 彼女が死去した時40代であったと推測される。しかし、デイビッド・ C ・ダグラスはアルレットがグレスタン修道院、創建以前に死去していると推測する。なぜならば、修道院の講演者のリストに、アルレットの名が記されていないからであり、一方でエルリアンの二度目の妻フレド・サンディスの名は、記されているのである。ありがとうございます。